110号ではリアサイドメンバーとリアクロスメンバー、リアエンドパネルを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に1の刻印があるパーツ01の左リアサイドメンバーを109号で組み立てたシャーシーの左側のフロアメンバーにはめ込み、パーツ05のネジ2本で固定します。続けて2の刻印があるパーツ02の右リアサイドメンバーをシャーシーの右側のフロアメンバーにはめ込み、パーツ05のネジ2本で固定します。次にシャーシーのリアサイドメンバーにパーツ03のリアクロスメンバーをはめ込み、パーツ05のネジ2本で固定します。続けてシャーシーのリアサイドメンバーにパーツ04のリアエンドパネルを合わせ、パーツ05のネジ2本で固定します。これで110号の作業は終了です。Ascent.